こは大変だったね。正面からの砲撃戦、やっぱりいいわよね。シンプルなものの中に複雑なものが隠されていることもあるかもしれない。ん？どういうこと？ A fox is not taken twice in the same snare。 キツネは同じ罠には二度とかからない。はい、ここの読み合いはとても勉強になりました。面目次第もございません。大丈夫です、あまり気にしなくてもいいですよ。西さん、こうして OI 防衛戦でみんなに頑張ってもらっている中で、私たちはここで真打ち登場でございますわ。皆さんよろしくお願いします。ローズヒップさん、クラーラさん、よろしくお願いします。そうか、ここで T34 とクルセイダーの妨害が入ったのか。うん、うまくいくかと思ったんだけど。あなたたちの作戦は全てお見通しなのでございますわ、ラージリン様が。はい、正直なのね。ちょっとクラーラ、カチューシャはこんな命令出してないわよ。はい、カチューシャ様、ノンナ副隊長とお話をしてミホさんを迎撃させていただきました。うん、カチューシャが隊長なのよ。みんなカチューシャの命令を聞かなきゃいけないのに。ノンナ。はい、カチューシャ。カチューシャであればミホさんの思考の先を読んで指示をするはずと思ったのですが、間違っていましたか？間違ってるわけないでしょ。ミホ社の考えなんてカチューシャは全てお見通しなんだから。でもこの後の4号すごかったよね。うんうん、1両なのにクルセイダーや T34 に一本引いてなかったもんな。かっこよかったよね。かっこいい戦いが必ずしも勝利につながるわけじゃない。お？そうね、交代しながら相手を引き寄せ、フラッグ社の守りを手薄にする狙いのようだけど。戦力の分断ができないなら逆に集中させるということか。ええ、でもプラウダとグロリアーナはそれも読んでいた。 T34 とクルセイダーで4号の奇襲を妨害させたってわけね。なんか難しいことをやってたんだね。え？そんな難しいことはやってないと思うけど。だな、もっとギューンとかババーンってやればいいのに。ある意味すごいわね、あんたたち。結局ここはどういう場面だったの？大洗と千波炭は主力が交代戦をしつつ相手を引きつけ、フラッグ社のチャーチルを孤立させ守りが薄くなったところをアンコウで撃つという作戦だ。一方のグロリアーナとプラウダは私たちの作戦を妨害しようとアンコウチームの4号に牽制部隊を出したという状況です。ダージリンさんのチャーチルをめぐる攻防というわけですね。はい、その通りです。ではそろそろ大丈夫でしょうか？もちろんでございますわ。お手柔らかにお願いしますね。それでは思い出作戦、大洗市街戦を始めます。パンツァーフォー。私たちは、それでは試合を始めます。地の利はこちらにあります。マコさん、お願いします。わかった。前進してください。わかった。敵車両を発見しました。後部走行、左。
ずはクルセイダーを止めないと。前進してください。敵車両発見しました。ホームソードを引き。ダージリンさんは警戒してる。まずはクルセイダーを止めないと。Я не дам тебе уйти.試合を始めます。ローズヒップ、4号の狙いは私よ。それをよく考えて的確に行動しなさい。もちろんでございますわ。前進なさい。聞いてますわよ。攻勢の完了ですわ。試合終了。